皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はですね、山形県山形市にある農機電自動車学校さんに来ておりますね。あちらに校舎が見えます。はい、今回ですね、農機電さんの、イベントで来てるんですけども、前日にですね、ちょっと早く来て、撮影をさせて、いただけることになりました。でなんとですね、この教習車の NC700 を使って、映像撮っていいよというね、許可をいただいたので、今日はね、これに乗っていきたいと思います。はい、でいつも通り、このね、教習車である NC700、これで、まあ、ウイリーができるのか、テストをしていきたいと思います。その他ね、ストッピーだったりアクセルターンだったりとか、いろいろね、スタンド的なテクニックね、どれぐらいできるのか、乗ってテストをしていきたいと思います。これからね、初めて乗るのでちょっとドキドキしておりますが、まあ、今回はね、あの教習車ということでエンジンケージがついてます。いつもですね、マフラーメーカーさん、パーツメーカーさんのね、ガチなデモ車両ばっかり乗ってたので、こういうエンジンケージがついていると今回はね、とても安心して、トライができます。はい、ということで、今日はこの NC700 で、いろいろね、チャレンジしていきたいと思います。それでは乗っていきます。おかチャンネル。はい、それではね、実際に、乗っていきましょうね。2気筒エンジンということでね、結構車体がスリムな感じがします。であとね、結構やっぱ軽いですね。ポジションも非常に扱いやすそうなポジションしてます。ハンドルがね、結構ちゃんと手前にあって、上半身がね、非常に楽なポジションです。エンジンかけていきます。あー、なるほどね。吹き上がりがね、結構やっぱ遅いですね。僕この前、新型カタナ乗ったんですけども、あのエンジンはね、スズキの GSX-R1000 の、エンジンだったんですけども、吹き上がりがね、もうすごかった、俊敏だったんですけども、それに比べるとマイルドな感じですね。まあ、その分フライホイールが重くてね、低速の、扱いやすい、そんなね、バイクだと思います。それではね、実際乗っていきます。ちょっとクラッチが近いな。それでは乗っていきましょう。やっぱね、低速のドロドロ発進は非常に楽ですね。ちょっとこう U ターンしていきます。ハンクラー当てて U ターンしていきます。あ、でやっぱね、低速系のコントロールはこれ抜群にやりやすいですね、やっぱりね。ちょっとここ SG あるから SG やっていこうか。あ、でもそうだな、ちょっとハンクラー使うときに4本指じゃないとクラッチ切れなくて、やっぱね、ちょっとスポーツ走行するときはね、2本指でハンドル握りたいんで、ちょっとね、クラッチの位置を調節していきましょうね。ちょっと扱いづらいので、レバーの位置をちゃんと2本指で操作しやすい位置に、遠目にね、持ってきます、ね。こうすることでね、ちゃんとハンドル操作ができるようになってきます。安定感が非常に出ます。それではね、行きましょう。あ、そうそうそう、この感じね。そうそう、こういう感じよ。あ、扱いやすいですね。やっぱ低速トルクがあってね、演奏しづらいので非常に楽ですね。そしたら次、ちょっとね、スタンディングスティールやっていきましょう。まあ、エンジンかけた状態ですけども、まあ、ゆっくり走ってエンジン特性とかね、見ていきたいと思います。うまくいけるかな。大型だしね、ロードバイクなんで非常に難しいんですけど、まあ、意外と止まれるけど、やっぱ難しいですね、ロードバイクは。意外と積まれてんじゃない、これ。やっぱバランスは、低速バランスの扱いやすさはかなりありますね、やっぱね、かなりいいですね。かなり、うわー、しびれる。うわー、あ、いいね、結構ね、止まれますね、このバイク。やっぱり教習車ということで、かなりね、低速の扱いやすさっていうのはね、感じることができます。
唐突にパワーが出なくてエンストしづらい、安定したトルク感があるんでね、こういう低速コントロールはね非常にやりやすいですね。だからこういう U ターンなんかもね結構やりやすいです。アクセル一定で、ね、ハンクラ当ててリアブレーキ引きずれば、ね、もうこれ今ハンドルフルロックターンですね。この辺の低速コントロール U ターンなんかもね非常にやりやすいですね。さすがです。右も左も全然いけますね。やりやすいですね。よし、そしたら次ブレーキ系見ていきましょうね。ジャックナイフとかストピーとかできるかね、ちょっとやっていきましょう。あダメだ。これはちょっとね、これはちょっとダメかもしれん。いくよ。あちょっと1ミリも上がってきません。1ミリも上がってきません。あーダメだな、ジャックナイフすら上がってこないですね。やっぱりそのバイクがねかなり長いくて結構ね、低いんですよね車重が。なのでジャックナイフでね、かなりボディアクションを合わせてブレーキ握ってもねフロントがどうしてもロックしちゃいますね。ちょっと車体のバランス的にジャックナイフ系はおそらく難しいでしょうこれね。いやー残念だな、もうしょうがないけど。よっしゃ、次は何やろうか。次アクセルターンやってみようかね。この NC700 大型バイクでアクセルターンできるのか。ちょっとねこれね痺れます、僕も正直痺れるけど、やっぱりこれはオガチャンネル的にはねしっかり成功させてね行きたいところですね。やってみます。前出ちゃうな、ちょっと難しいかもな、アクセルターンも。よっしゃ行くぞ。あ、いけるよし行くぞ。アクセルターンできた、よっしゃ。やっぱりさすがの僕でもね、大型バイクのロードの大型バイクで、ね、アクセルターンやるのは怖いですね。でも今コツ掴んだんで、次はね一発でいけると思います。では行きます。ね、うまくいったね。NC700 アクセルターンはね、比較的やりやすいかなと思います。はい、よし、ね、まずねストッピーがダメでした。次に、今アクセルターンできました。そしたらね最後はやっぱウィリーっすよね。ウィリーやっていきましょう。できるかな。多分ね今の乗ってるパワーの感じだとおそらくできると思うんですけどね。やっていきます。あ、上がる。あ、でも結構ファイナルがロングな感じがしますね。ロングな感じで上がってくる途中でもうパワーを食われちゃうっていう感じですね。もう一回ちょっとやってみましょう。よっしゃ行くぞ。意外と上が伸びてこないですね。やっぱりそうですね、タコメーター見ても分かりますけども、もう6300回転ぐらいからレッドゾーンなんですよ。だから低回転型のエンジンで上のパワーがねないですね。なのでこうそこがないのでフロントが上がりきってこないっていう、そんな感じがちょっとしますね。いや悔しいな、クソ。なんとか上げていきたい、なんとか上げていきたいな。なんかいい方法ないかな。タンデムステップ使えねえんだよなこのバイク。エンジンガードがあるから。くそー、ちょっと車速乗せてからフロントアップする感じでハンクラ多め当ててフロントアップしてウィリーできるか、ちょっと作戦を変えてねやってみます。それでは行きます。あー難しいな。あ、上がった。
低速でがっつりボディアクション入れないと上がってこないですね。もう一回いきましょう。速度乗せたら逆にダメだ。高回転がないから速度乗せてるともうパワーがね出るとこないんですよね。だから極力速度落としてそこでボディアクション効率よく使ってあげていく感じですね。よっしゃ行くぞ。ウェイウェイウィリです。できましたね。もうちょっと角度上げてね、綺麗に安定角入れていきたいですね。よっしゃ行くぞ。はい、安定角アクセル行ってね、ウィリできますねまあ正直、若干苦労しましたがなんとかね、ちゃんとウィリできたと思います。ということで意外とね、NC700、乗りやすいんですけどもスタント的なトリックをやるにはあまり向いてないかなというね、バイクの特性が伺えましたそうですね、ちょっとフロントアップは正直難しいです、うん、もうちょっとパワーが欲しいなというね、感じがします。で高回転がないのでね本当に下の回転数でしっかりフロント上げていかないと安定角もね入ってくれませんでしたね、うん、でストッピーは残念ながらできません、フロントがロックしてしまってね、1ミリもリアが、上がることはございませんでした。はい、ストッピーに関してはちょっとね、バイクのバランスが合わないかなという感じです、うん、バイクの、まあ、長さと、重心の低さと、ね、その辺が、ちょっとストッピーには合わないバイクだなという、ね、感じですね、うん、でアクセルターンですね、まあ、車重重いですけどしっかり、ね、バンクさせてアクセルつないでいけばアクセルターンできましたね。はい、最初はちょっとね、ビビって、バイクがね前にツーって出ちゃったんですけど慣れてきたらね、意外とアクセルターンしっかりねできましたね。はい、ということで、今後ですねちょっとこの NC700 を使ったウィリーのやり方とか、あとはアクセルターンのやり方とかね、そういったね動画ハウトゥー動画作っていこうと思いますので、ぜひね、皆さん楽しみに、していてください。はい、ということで、今回は、プロライダーが NC700 に乗ったら何ができるのかというね検証動画でした、もしねこの動画が、面白かったら高評価とあとはねチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。またね。